は、とあるお芝居の稽古場にお邪魔しております。早速ご紹介したいと思います。ビヨンという劇団の主催であり、そしてそこの女優さんでもあり、脚本まで書かれていらっしゃるという岩佐明子さんです。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。突然お邪魔しましてすいません。いえいえ、こちらこそありがとうございます。いえいえ、実は今日が稽古の開始日。そうなんです。今日から。いや、そんな大切な日に急遽お邪魔しちゃってごめんなさい。いえいえ、もう記念となる第一日に。はい。ありがとうございます。もうちらっとお話を伺っただけでまず拝見したいなって気持ち満々なんですよ。本当ですか、嬉しいです、ね。はい。そもそもこの、ね、上演される場所が私のホームエリアだったりするのでそこがまずなんかちょっとご縁を感じましたし、そうですね、はい、そして4話その、お芝居があって、うん、同じ役者さんが演じられる、はい、それってなかなか大変なことじゃないですかそうですね、もともとははい、初恋っていう作品は今のオムニバスで、違う役者さんがそれぞれ演じてたんですね、はい、だから全部で11人でやったものなんですよ。これ2回参演してて、もうこれ 3回目の上演なんですけれども、すごいですそれって、はい、まあ、うん、それで、11人でやってたんですけれども、今回は、はい、まあ、コロナということもあるし、なるべく少人数で何かやろうってなった時に、はい、じゃあまあこれならまあ今ね少人数だからできるかなってなって、もっと少人数でやろうってなってで、じゃあもう2人でほぼほぼ全部やってしまおうっていうことで、はい、私と井原みのるさんっていう役者さんにお願いして、はい、もう2人が4役全部やると。で、すごい、それで、はい、じゃあ前回前々回ご覧になった方にとっても、はい、また新しい角度で魅力的なお芝居になっている感じですね。そうですね、そう思います、うん、なんかまあね、本当にいろんな役を同じ役者がやってるっていうのを私も見てて楽しいんじゃないかなと思うので、ちょっとやる方はね今日初めてやるのでもうできるのかなって正直不安ではあるんですが、見る方は多分楽しいんじゃないかなと思います。ですよね、うん、前にドラマであったんですけども、月っていうテーマで3種類のドラマがあって、でメインの役者さんと一緒なんですよ。あー、なるほど。なので、まあ、ストーリーも全然違うし、うんうん、背景とかも何もかも全部違うんですけども、月っていう一つのテーマを通して3種類の物語が楽しめるっていうので、うんうん、なかなかワクワクしてくる経験があるんですけど、でも同じようなコンセプトですよね。これも初恋というテーマで、はい、ね、うん、4話全然違う場所も全然違うんですけれども、うん、ちょっとずつのつながってはいるんですが、はい、まあ、そういうお話なので、いや、すごい楽しみです。そうですね、はい、まあ、その4話あるということで、はい、それぞれがどんなお話なのかってかいつまんでチラチラと伺っていただいていきますか。あ、はい、まず1話目は、はい、観覧車の中で出会った、はい、高所恐怖症の女性とヘビースモーカーの男性、なぜかそこで同じ観覧車に乗せられちゃって勘違いされて、はい、でそこで、まあ、降りてくるまでの話なんですけれども、まあ、じゃあたった一周だけのゴンドラの中のお話。そうですね、ただ途中でちょっと止まっちゃったりとかそういうことがあって、まあ、いろいろそこで物語が、まあ、ほぼほぼコメディで、でもこの作品、3年前に、はい、短編の映画さんの演劇祭っていうのがあって、そこで、東京で劇王東京っていうのがあって、はい、そこで優勝して、でその後、まあ、一応全国大会というかもめ短編演劇祭っていうので、はい、曲賞と俳優賞といただいたお話なんです。すごいじゃないですか、はい、まあ、この本当に最初の話だけ、うんうん、なので、まあ、ちょっとそれは見てくださった方もたくさんいるんですけれども、結構喜んでいただいたので楽しんでいただけるんじゃないかと。それが第1話なんですね。はい、で季節が春、はい、で次が夏ですね。それはもういきなりこう時代が遡って、はい、昭和25年の話なんですね。あら、で私ちょっと今まで戦争をテーマに描いてたこともあって、これもその戦争で、はい、まあ、戦争に影響を受けてしまった男女のちょっと切ない物語、はい、そうなんですね。じゃあ1話目とはだいぶ趣が違いますね。全然違いますね、もう最初コメディだったのがもうすごいシリアスな話。シリアス、はい、うん、そして春夏秋冬、秋、はい、秋はまたちょっと現代に戻って、それも結構こう
コメディというか、面白い楽しい感じ、楽しい感じになるんですけれども、うん、でもちょっとそこにも戦争の影みたいなのがこう出てきて、ちょっと切な怖いっていう感じの話です。そうなんだ、はい、こちらはもうあくまで現代。そうですね、はい、はい、そして最後、はい、で最後がまたちょっと中途半端な時代なんですけど、昭和39年っていう、はい、時代の召喚の話です。もうちょっとうるぼけた感じの、召喚で、田舎から出てきたもう、ね、年齢を重ねてしまった娼婦とそこにやってくるお客様、昔の、うん、はい、昔の彼女が忘れられない男性の話で、まあ、ちょっとそれも結構笑える部分もあるんですけど、はい、まあ、最後はこう、なんでしょうね、結構心が温まるのかな、うん、まあ、はい、切ない感じではあるんですけれども、うんうん、はい、感じで終わります。難しいです。ちなみになんで昭和39年って、確かに本当に微妙な年代を選ばれてますよね。そうですね、まあ、これもちょっと戦争と関係してるんです、なので、まあ、戦後20年弱ってとこですよね。いや、そのくらい感じです。あ、そうか、はい、昭和39年、そうですね、はい、そうですね、20年ですもんね、昭和20年が、戦後19年、はい、はい、そんな感じです。まあ、そこからちょっと遡って、その時代にしたんですね。終戦があった時から、うん、まあ、だいぶ復興してます。そうですね、はいはい、でも、まあ、人々の心の中にはやっぱり戦争っていうのがまだ傷が残ってたんですよ、っていう時代ですね。東京五輪の年だ。あ、そうか、そうですね、そうです、そうです、そうです。昭和39年生まれのお友達が、うん、五輪のりんこちゃんって名前つけられたくらいなんで。そうですね、はい、そう、1964年ですもんね。はい、そうです、そうです、そう、はい、やっぱりこう上り調子になっている日本を、うん、背景にしている物語とも言えるかもしれないですね。そうですね、でも、うん、なんかこの中では、はい、そういう中であっても時代的にはちょっと取り残されてる二人の話なのかな。そうか、うん、でもそのあたりをよく考えながら拝見するとまた面白いかもしれないですね。あ、そうですね、うん、時代背景、はい、そうかもしれない。これ物語の原作も脚本もお書きになられていらっしゃるんですよね。そうですね、基本的には私が。すごい、昔から書くの好きだったんですか。全然。っていうか、これそのビヨンテ立ち上げたのが2008年なので12年前なんですけれども、これが本当に初めての作品なんですよね、ビヨンとしては。はい、でその前にちょっと頼まれて書いたものもあったんですけれども、なんでしょうね、あんまりこう自分で やろうとかっていう感じではなかったんですが、はい、まあ、いろいろ縁があって、自分でプロデュースしてやってみようってなった時に、じゃあこれでやろうって言って、だからもうこれで終わるかなって思うぐらいでだったんですよね、その時はね。そこから12年続いてますけれども。すごいじゃないですか。だから全然もう未だに書くのとかも大変ですし、苦労してますけど。それは私も同じ部分があるので、ね、作家さん、はい、本当に文章書くの私も大嫌いで、今でも文字書くとかメールを一通打つだけでもすごくストレスを感じるんですよ。なのにいっぱい書いているので嫌いだと周りから信じてもらえない。あ、でも小説ってまたすごいなと思います。私は戯曲なので会話なんですよ、基本は。いや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 、文章ではないから。とんでもないです。本当に全然違うと思います。ドラマ、テレビドラマの脚本とかもなさってらっしゃいますよね。うん、まあでもそれも会話。でもあれ尺が決まってるじゃないですか。尺って言うとちょっと分かりにくいかな。要するに基本的に時間が決まってその中に収めなきゃいけないじゃないですか。あ、小説ってそんなに関係ないので、うん、書きたいだけずらずらずらって書いていけばいいので。いやー、まあまあ、ね、私にはできないなと。いや、私脚本書けないなってなんか お互いを痛い終わりやってもしょうがないんですけどね、ここで。ですよ、すごい。でも私が7つの時に亡くなってますので。そうなんですか。はい、でも私が父に連れられて幼稚園とか通ってた、その幼稚園のすぐそばなんです、こちら今回の劇場。なるほど。じゃあちょっとお父様の楽しみが来てくれるかもしれない。来てくれたらいいな。はい、うん、そんな感じなんですけども、はい、実際にいつからこのお芝居が、はい、
拝見できるのか、場所はどこなのか教えていただいてもよろしいでしょうか。ございます。はい、今年の11月5日から8日まで、はい、木曜日から日曜日までですね、シアター風刺家電という、まあ、最寄り駅は椎名町、椎名町が一番近いですね、はい、西武池袋線、池袋線、はい、あとは西武新宿線の下落合、あ、そうですね、あと目白からちょっと歩けますけど、でもバスで結構すぐなんですよね、はい、はい、うん、ちょうど商店街目白通りを歩いていくので、あ、楽しみながら歩けるかなと思います。そうですね、うん、それと実は今回ライブ配信もやることになっておりまして、はい、7日の13時の回にライブ配信と、あとアフタートークっていうのもやるんですけども、楽しそうですね、それも。そうなんですよ、でもそのライブ配信、うんうん、そっから2週間見られるので、はい、もしも、ああ、そこなったって方はぜひその2週間の間に、ね、いやいや、2週間の間にあ、そこそこそこアクセスしていただけたら見れるわけですね。まあ、ちょっと有料配信なんですけれども、はいはい、ぜひ、まあ、今回ね、コロナで、スタッフさんとかも役者もそうですけど、みんなが影響を受けていったの で、ね、その救済のためにもちょっとやろうっていうことになったものですから、はい、確かにステージとかなさってる方、ミュージシャンの方も俳優さんも本当に今ご苦労されてらっしゃるので、やはりライブで見る楽しみっていうのは、これはもうテレビとか映画とかとは全く違う臨場感で楽しめるので ね、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。はい、そう思います。はい、笑えて泣けるとても心が温くなる作品なので、はい、ぜひ劇場でまたはお宅で楽しんでいただけたらと思います。私も必ず伺いますので、ありがとうございます。はい、情報はうちのホームページの方にも、公式ホームページにリンク入りますので、ぜひそちらを皆さんご覧いただいて、はい、劇場もしくはライブ配信ご覧いただきたいなと思います。本日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。